ヤンググランプリですけど、はい、うん、いや本当競輪学校卒業してパッとデビューから、うん、ここ出られればいいななんて本当。そうですね、うん、よかった、よかったです。選ばれたデビューして2年半ぐらい半ですかね、うん、なかなかちょっとその点数というか S 級に上がるとかこの兼ね合いで出られる、はい、出られないの。そうですね、うん、出れないと思ってたんですけど、うん、ちょっとぴったり間に合うというか よかったです。ギリギリ9位で入ったんで、うん、まあ、S 級での戦いってどうしてもまだ難しいですね。全然やっぱ厳しいですね、うん、まあ、番手でこう勝負したりも、はい、もちろんそれは、うん、ちょっと怪我というか落車もあったりして、まあそうですね、その後ちょっとひどいですけどね、成績、うん、まあでも、まあ、自分の、ね、力不足なんで、それは、うん、今はそういう、まあ、苦労するというか、そうですね、してますね、うん、はい、まあ、その中でもやっぱり面白さは S 級の方がありますね、やっぱり、うん、はい、やっぱり番手で回った時の仕事ぶりなんかも、あ、そうっすよね、全然こっちの方がやっぱ輝いてるなというところ本当ですか、うん、あります、はい、そうです。ちょっとヤングラに向けてというか、うん、まあそうっすね、もうでも雪色にお任せなんで、うん、まあしっかりついてって僕はそうっすね、サポートに回って、うん、もう優勝取れるように走ってくれれば、うん、チャンスあると思うし、確かに川崎のルーちゃんの時なんかも、はい、もう任せてあれだったんで、うん、まあ、ルーちゃんの頃だと結構内側くってんですかね、あ、まあ、最近じゃみんな SQ だし、そうですよね、そんな隙も生まれないんですけど、はい、まあ、どこかどこかあればいいですけどね、あると思いますよね、まあ、はい、うん、でもまあ雪色がなんかやってくれると思うんで、うん、はい、もう何かしら、うん、一つはマーケアとして、もう俺は任せます、はい、親父さんが緊張してるかもしれないですねそうっすかね応援に来られるかどうか聞いてないですか。あ、来るって言ってましたよ、多分今日ももう梶田さんいるから、うん、はい、もうそっちの方もそうっすね気になる、梶田さん結構チャンスありそうですね、はい、そういう、まあ、同門優勝なんかもあったら親父さんでもそうっすねどうなったかな、その時はエイチさんのインタビューに行かないといけないです体調面じゃあ、はい、大丈夫です、体調の中ではね、はい、問題ないです。結構まあみんな同期も多いし、はい、楽しく過ごしてる、そうですね、まあ何にせよ、はい、ちょっと後輩党というかね、そうですね、もう大笑になっちゃいますね、雰囲気、まあ、ドカンとするの見せつければ、はい、頑張ります、まあ、まあ、オールドファンというか、はい、おエイチさんの息子さんめちゃくちゃやるぞみたいなそういう喜ばせ方もありますからね、頑張ります、はい、そうです、ドカンとあらですよ